日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら無印良品の豚汁とミネストローネ、そしてラテ2種類とマサラチャイを飲みたいと思います。無印良品、前からちょこっと紹介したことはあったかもしれない、あるような記憶があるんですけど、実際うちの近くにも店舗ができたので気になって行ってみたら結構いろんなものが揃ってましたね。なのでそこからいろんなものをこれから食べたり飲んだりしていきたいと思います。今日はその第1弾というわけです。まずは豚汁からいきましょうか。フリーズドライタイプのようですね。では中身をご対面と、はい、このようにフリーズドライタイプで、おっとすみませんね、ライトちょっと待って、はい、このように中にポツンとフリーズドライが入って、ちょっと寂しそうですね、ポツンって言ったら。では早速作っていきたいと思いますので、しばしお待ちください。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、豚汁出来上がりました。お揚げいっぱいで美味しそうです。マグカップじゃなく器に、お椀に入れればよかったかななんて今更ちょっともちょっとしてます。いつもお椀なんて用意しないんですけどね。では飲んでみます。どう？無印良品の飲み物はほっと一息つけたかしら。近くにできてくれて本当に良かったです。温まるな。それに結構しっかりと味があって美味しい。フリーズドライだったら手軽にパッと飲めるのもいいですね。一方で粉末の方はこぼしたり入れすぎたりするリスクが若干あるかなとは思いますが、それでもお手軽なのは確かですから本当に嬉しく思います。ケーキとかにもクッキーとか合わせるのはもちろんですけど、あと和食とかに豚汁、ミネストローネはパンかなって、何かに合わせることばっかりで感想全然言ってない。トマトとかの酸味もしっかり感じられますね。これが一番かな。ごちそうさまでしたっていうかな、飲み物だけでも言っといた方がいいですよね。最初に飲んだこちらの豚汁は油揚げの食感が特にしっかりと感じられて、お肉とは違うんで豚汁とは違うかなとも思ったのですが、美味しいシンプルな味付けのお味噌汁でした。程よい塩加減が良かったです。続いてこちらの干し野菜のミネストローネ、これもトマトの酸味がじゅわーっと口の中に広がってきて、ミネストローネなのであっさりといただくことができましたね。ちょっとトマト欲しいなーと思った時にぜひ飲んでもらいたいです。でこの3種類のラテなんですけど、ラテとチャイか、ラテとチャイにつきましては全部粉末で、分量などを調整しやすいスティックタイプやポーションタイプのものに比べるとその点では若干劣るかなと思いました。ですが飲んでみると抹茶とほうじ茶は結構お茶の香りがついて、チャイもスパイスがしっかり効いて美味しかったです。お手軽に飲めてこの美味しさは嬉しいですね。ですがもうちょっとやっぱり今回の中だと2杯目に飲んだミネストローネが一番野菜も取れているという気持ちになれてお得感があったので、今回一番好み代表として4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。